宮崎市は今後急速に進む人口減少、高齢化社会への対応、住民主体のまちづくり、コンパクトシティ、未来を担う子どもたちの育成など、さまざまな課題に対する対応を行いながら、市民、企業、団体のコーディネート役として、未来を創造する対応都市、宮崎に積極的に取り組む必要があります。このような背景から、宮崎市役所は組織改編を行い、平成30年度は22部等3局96課385係で構成される組織となりました。一般職職員の数は男性1778人、女性713人の計2491人で、課長級以上の管理職職員数は男性132人、女性18人、合計150人となっており、女性の管理職は管理職全体の 12% を占めています。勤務先は宮崎県を代表する一級河川大淀川に隣接している本庁舎のほか、第2庁舎、第3庁舎、第4庁舎や各出先機関などがあります。また、国の機関への研修や、東日本大震災、熊本地震、九州北部豪雨における被災地への復興派遣など、宮崎市外で働く職員もいます。それでは、定年の60歳まで、職員のキャリアデザインはどのようなものなのか、年代別に見てみましょう。まずは20代です。最初はもうすごいガチガチに緊張していて。覚えてます。もう質問するにもいつすればいいのか、タイミングをずっと見計らってたような感じだったんですけど、アシスト職員の方とかが結構何でもいつでも聞いてって言ってくれたので、聞いていいんだなと思って、いろんなことを質問にできるようになった感じでした。やっぱりイベントを持っていて、市の美術展なんですけど、その美術展があるっていう時には市役所外の方、大学の教授だったりとかとお話しするようなこともあったので、やっぱりそういう時は緊張もするし、単純に忙しいしっていうので大変だったところはありました。どちらかというと机に向かって一生懸命やるっていうようなイメージでいたので、外の人と話して一つのイベントを作り上げて、市民の方が喜んでいる姿まで見れるっていうのは、こうやってちゃんと経過まで知れるんだなっていうので、ちょっと意外に思って嬉しかったところです。平野さんをはじめとしたいわゆる若手の職員は、なるべく若いうちに多くの業務を覚えてもらいたいという目的で、おおむね採用から10年間は原則3年で移動するよう人事異動を行っています。配属先は必ず希望の部署になるというものではありませんが、移動希望の意向を伺う機会を設けています。次に30代です。自分も全然分かんなくて、いろんな方にいろんな意見聞いたりとかやりながらだったんですけど、今は逆に聞かれたことを教えたりとか、あるいは困ってたことだったら手を助けるとか、そういうことをやっております。若い時は、自分で勢いでやったりとかで、失敗したら教えてもらったりとかしてたんですけど、今はこうやっぱり責任感というか、そういうのも出てくる年齢だと思うので、しっかりとそこは自分の考えとか持ちながらやっていっております。はい、6年目ですね。はい、2人ですね。一応自分の中では、子育てとかもやってるつもりではいるんですけども、仕事で疲れて帰って家に子供がいてっていうので、逆にこう元気もらえて、
家庭と仕事がうまくこうやれてるのかなというふうに思ってます。そうですね、まあ、幼少期から剣道をやってるので市役所の剣道部に所属して、またあの地域の子どもたちに剣道を教えてるんですけど、まあ、そういったところで息抜きはできてます。昼はまあ、お弁当を頼んで食べてます。今日は手作り弁当だったんですけど美味しいですね、はい。西森さんの話の通り、家族サービスの時間も確保しながら仕事をしている職員が多くいます。各種休暇制度を利用しながら職員それぞれでワークライフバランスの充実に努めています。次に40代です。子供が2人いるんですけど、1人目の時に2年間の育児休業を取らせてもらいまして、また2人目の時はちょっと復帰した後に半年ぐらい部分休業っていうのを取らせてもらいまして、2時間ぐらい早く帰らせてもらいました、はい。あ、もうすごく不安でした。やれるのかなとか、電話に出れるのかなとか、答えられるのかなとか、と育児と仕事の両立ができるのかなっていうのがすごく不安でした。やっぱり多分周りの方がたくさん助けてくださったんですけど、文書も本当だったら間違わないあの変換を間違ってみたり、でそういうのを、まあ、同僚だったり上司の方に指摘してもらって助けてもらいながら正常に戻ってきたっていう感じでした。これから先、まあ、私たちの世代を考えた時に男性とか女性とかそういうことは関係なく役職についていかなければならない時代なんだろうなと思ってるんですね。育児をしてるからとか、まあ、子供が小さいからっていうことに甘んじることなく、そういうポジションに立たなければならないってなった時に、自分がそれにふさわしい立ち居振る舞いができるようにしていきたいっていう思いはあります。そうは言いつつも、やっぱり子どもがちっちゃい時期っていうのは多分今しかなくて、この行事だったりとかですね、職場の方には申し訳ないんですが、そういうのにはもう優先的に出て、まあ、子どもの今しかない時間っていうのは見ていきたいなっていうふうに思っています。黒木さんのように出産を経験した職員も数多くいます。出産に伴う休暇制度を利用して育児に専念した後、職場復帰しています。次に50代です。民間企業でちょっと働いてたんですけど、まあ、利益を追求するというかですね、まあ、それはそれで面白かったんですが、まあ、公の仕事っていうのをですね、まあ、やりがいがあるだろうなということで、まあ、選んでみたんですけど、時間外も多くてですね、もっと大変だったのでですね、はいはい、まあ、コミュニケーションが楽かなと思ったところもちょっとあるんですけど、でも思った以上にですね、忙しくて、それは本音ですね。ガラッと変わるんでですね、仕事はですね、観光にもいましたけど、観光から福祉とか言うとですね、もうほとんど仕事のやり方とか、やってること違うんで、ですけど、まあ、根底に流れてるものは、まあ、やっぱり同じようなところなんでですね、まあ、自分に合ってるかなと思いますね。まあ、移動したらまた勉強しないといけないし大変ですけど、飽きないですよね。まあ、そういう人が向いてるかなと思いますけどね。日々一生懸命やってるつもりなので、まあ、このままですね健康に気をつけて一生懸命やり続けて、いければいいかなと。今までいろんな課でいろんな仲間というかですね、つながりができたので、またその人たちとのつながりを大切にですね、まあ、飲み会したりサッカー部とかですね、カープ好きの人たち、ぜひそのあたりを楽しみながらです、仕事もやっていきたいなと思います。それはもう収入は下がりましたけど、まあ、前は本当人間らしい生活とは言えない感じもあったので、はいはい、まあ、お金じゃないなとは思いますね、はいはい。英福さんのように課長補佐は課内に複数ある係官の調整や他の課との調整を行うこととなります。最後に管理職としてのキャリアを見てみましょう。最終的な、まあ、課の決裁をしていきますので、課全体 の、 内容についても責任を持っていくっていうところが変わって
ってきてると思います。与えられた仕事を一生懸命やってたんですけれども、管理職になった時に本当に周りのみんなが一生懸命やってくれてることで、私としてはこう全体を 見ることができるし、働きやすい職場っていうのを考えていかないといけないなっていうのを本当に最近つくづく強く思います。一人一人がやっぱり株式会社宮崎市役所の経営してるんだという経営者のつもりっていうのをおっしゃるんですけれども、やっぱりもう管理職になったらそこ辺をこう見据えていかないと、その自分のところの課だけのこと ではなくっていうところは考えていかないといけないんだなっていうのはひしひしと感じますね、はい。谷川さんのように課長は管理職として課を取りまとめる職責に立ち仕事を行うこととなります。ここで出た職員はほんの一例ですが、宮崎市役所では以上のようなキャリアが形成されながら、条例で規定された60歳の定年まで働くことができます。宮崎市の場合、条例や規則に基づき給与の支払いを行っております。例えば入庁1年目の場合、基本給が179,200円です。それに通勤手当、住宅手当、扶養手当、時間外手当、管理職手当などが加算され、給料が支給されます。宮崎市では業務改善に取り組むことはもとより、職員の健康保持や仕事と家庭生活の両立、働きやすい職場環境の実現のため、週例の実施、午後10時一斉消灯、農残業ウィークなどの長時間労働の削減に向けた取り組みを進めています。